ろしくね。
さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、タップダンスシティか、ゼンノロブロイか、私の夢はアドマイアグルーヴです。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのは2番、タップダンスシティ。大方の予想通りであります。アーツクライ、それからもう一頭、10番コスモバルク、パタノミラクル、それから5番ゼンノロブロイ。各馬第1コーナーに差し掛かります。7番パドマイアグルーヴ、そして外からは11番ボーンキング、リンカーンがその後ろ、8番ビータローザ、その外からは東証ナイト、その後ろ3馬身くらいあってサンライズペガサス、そしてしんがりからスイープ東証であります。もう一度前から整理しましょう。タップダンスシティが先頭です。 1000m 通過タイムは1分1秒から2秒、まずまずのペースでやります。ちょっと離れて10番コスモバルクでやります。そのうちに6番ハーツクライ。さあ、第3コーナーに差し掛かります。ここにいた片野ミラクルと藤田グランプリのタイトルは他の馬には譲れません。5番ゼンノロブロイがこれを見るようにしていっています。そして6番手にアドマイアグルーヴでやります。そのうちからはリンカーン、外から1頭、11番ボーンキング、そしてその後ろから8番ビータローザ、その外に東証ナイト、それからサンライズペガサス、スイープ東証、じゅわっと上がっていく。さあ、阪神競馬場は大歓声であります。パタノミラクルは4番手といったあたり、先頭はタップダンスシー、リンカーン抜群の手応え、外を通ってリンカーン、ハーツクライが先頭に変わった、白い帽子リンカーン先頭だ、リンカーン1着、宝塚記念、勝ったのは1番リンカーンだ。ちょっと元気ないわね。1着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。知ってるかしら。
るかしら。気合い十分ね。嬉しそうね。今週はレースがあるわね。いい感じだわ。いい感じだわ。二番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。1番ティアフルスマイル、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。さあ何が行くのか。4番ブルートルネードが先手を取りました。差が開いてダンスインザムード、内を通って2番サイレントディール、そして4番手に3番カタノミラクル、ツーノマーキー、外から行こうというところ。それから5番エリモハリアー、緑の帽子にご注目ください。これが1番人気のオペラシティ。その外に11番コーキパウェーブ、その後ろ3馬身くらいあって8番ヘブンリーロマンス。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。外を通って待ちかね目にも見よ。それから9番ファスト立山、そしてしんがりからティアフルスマイルであります。流れるようにレースが展開されています。先頭は依然としてブルートルネード、6番黒い馬体ダンスインザムード、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内を通りまして2番サイレントディール、ツーノマーチがその後ろ、そのうちに3番カタノミラクル、エリモハリアー、オペラシティはこの辺り、外から1頭コーキパウェーブ、12番待ちかね目にも見よ。それからもう1頭8番ヘブンリーロマンス。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。カタノミラクルは6番手といったあたり、先頭は鈴のマーチ。さあ先頭は鈴のマーチが2馬身リード。さあ抜けました。鈴のマーチ、鈴のマーチ先頭北村と鈴のマーチ、鈴のマーチ1着札幌記念。勝ったのは10番鈴のマーチだ。次は見返してやりましょう。一着当番。レースを終えた馬が戻ってきたわ。いい感じじゃない？嬉